こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルは焼きうどんです。サムネイルは焼きうどん、主食も同じですね。で、湯豆腐、映ってるのは1丁ですけど、もう1丁湯がいてます。千切りキャベツ、これは今日食べるか明日食べるか分かりません、文字で起こしておきます。ぶどうですね、いただき物のぶどう、以上になります。これで足らないということはないと思うんですけどね。もしかしたら3丁4丁と豆腐食べるかもしれません。はい、肝心の体重です。水分はちょっとだけ控えましたが、脱水症状にならないように気をつけてますので、ほんのちょっと水分控えて 100g 減量ですか。体重 57.2、体重 57.2、 体脂肪率 12.6、 基礎代謝 1348、 内臓脂肪レベル4、筋肉量 47.4、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨上 2.6。 もう一度、体重 57.2、 体脂肪率 12.6、 内臓脂肪レベル4です。もう一度、サムネイルは焼きうどん、主食も焼きうどん、湯豆腐、千切りキャベツ、ぶどうです。今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。